フダ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 フ祭り。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ダフ祭りをやっていきたいと思います。ダフ祭り、はい、今回はエースースさんからのご提供で、これら意識をいただいたので、こちらを使って自作パソコンの簡単さを説明していこうかなと思います。もしかしてこれ全部タフなの？全部タフです。一体どんなパソコンができるか楽しみね。ですね。ということで、もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ということで、今回初めてエースースさんからということで、エースースといえば、ROG、ですよね。シュラミちゃん、ROG とタフゲーミングの違いって知ってる？同じエースースということはわかるけど違いってあるの？せっかくなので ROG とタフゲーミングの違いなんですか。ROG はエースースのゲーミングブランドで、プロゲーマー向けの製品を主に取り扱っており、タフゲーミングはゲーミングシリーズで、主にエントリー向け商品となっております。なので今回はパソコンの組み立て方を皆様に簡単にお伝えしようかなと思っております。パソコンってそんな簡単に作れるの？意外と難しくないので、ぜひ皆さんもこの動画を参考にしてもらえればと思います。では早速パソコンを作っていきましょう。最初はこちらのマザーボードになります。今回使用するマザーボードは ASUS TUF Gaming D660 Plus Wi-Fi D4 になります。こちらはインテル第12世代対応のマザーボードになっており、メモリタイプも DDR4 のものとなります。インテル第12世代マザーボードは、Z690、H670、B660、H610 と、マザーボードの中でもランク付けがあるんですが、B660 は比較的エントリークラス向けのマザーボードとなります。690とか660って違いあるの？まあ簡単に言えば、CPU のオーバークロックに対応とか、ハイエンド CPU 向けが Z690。B660 はエントリー向け CPU に合ってるといった感じですね。じゃあ今回はエントリークラスの CPU を使うのね。いや、i9 を使います。なんでよ。ということで続いて CPU を取り付けていきましょう。まずは CPU のソケットカバーを開けるために横のレバーを上げます。インテル12世代マザーボードはカバーが下向きに開きます。この ASUS のマザーはレバーのところにゴム製のカバーがついてました。滑り止めかな。そしたら CPU を取り付けていきます。今回はせっかくなので i9-12900K を取り付けていきます。そしたらまずはカバーを手で軽く押します。こんな感じでカバーが取れたらレバーを締めていきます。CPU を乗せる際は落としたりするとピンが曲がったり折れたりするから注意が必要ね。ですね。続いてメモリを取り付けていきます。シュラララ。今回はこちらのアンテックの刀というメモリを取り付けていきます。お、黒くてかっこいいわね。DDR4 のメモリなら何でもよかったんですが、TUF シリーズなので黒系のメモリの方が似合うかなと思って、今メイン機で使ってるやつを外してきました。こちらのマザーボードは片側だけラッチがついているので、こちらがカチッというまでメモリを刺します。次にストレージを取り付けていきます。今回は M.2SSD というマザーボードに直接取り付けられるストレージをつけていきます。カバーがネジ止めされているのでそれを外して、そこに M.2SSD を取り付けていきます。今回は 1TB のものをとりあえず取り付けます。そしたらカバーについているペリペリを剥がしていきます。ペリペリできたらカバーを戻していきます。最近のストレージは、転送速度が速くなったのと比例するように発熱もするようになったので、このペリペリは忘れないように気をつけてください。ではこれで下準備ができたので、続いてケースに入れていきましょう。今回使うケースはこちら。ASUS TUF Gaming GT301 になります。こちらは3つの 120mm オーラシンクアドレサブル RGB イルミネーション付きファンと1つの 120mm リアファンが標準についており、さらに追加で最大6つのファン取り付けポイントも備えています。では開封していきましょう。オープン。ではケースもよく見てみましょう。右。左。後ろ。そこ。
スイッチ。内側前。内側後ろ。内側下。そして最後に少年になります。え、このバンド何？男心をくすぐるケースとなっております。何それ？ではこのケースにマザーボードを取り付け。る前に、このリアファンなんですが、マザーボードを取り付けようとすると、はい、こんな感じで干渉してしまい、うまく入れることができません。なので先に取り外しておくとマザーボードを取り付けるのが楽になります。これはマザーボードによるかもしれないので、ご注意ください。そしたらネジ止めをしていきます。ネジは全部で9箇所あるんですが、止め方は対角線上に止めていくと良いみたいです。はい、こんな感じですね。では続いてクーラーを取り付けていきましょう。シュラララ。では続いて簡易水冷のご紹介です。今回使用するのは、ASUS タフゲーミング LC240ARGB になります。こちらはオーラシンクとタフゲーミング 120mmARGB ラジエーターファンを2機搭載したオールインワン水冷 CPU クーラーとなります。水冷ヘッドにはタフゲーミングのロゴがオーラシンク対応の ARGB エレメントで光ります。ではこちらのラジエーターにファンを取り付ける前に、簡易水冷をケースのどこに取り付けるか決めます。それによってファンの取り付ける向きなどが決まるので、ラジエーターの取り付ける場所、向きなどをここで確認してください。と言っても今回はフロントに3機、すでにファンがついているので、ケースの上部に取り付けるしかないかなと思っています。それがシュラウドを苦しめる第一歩になるとは。ということでケース上部用にこのようにファンを取り付けて、マザーボードにバックプレートを取り付けます。こちらの素材はかなり柔らかい素材でできていました。ネジ止めをしてバックプレートを固定していきます。そしたら簡易水冷のラジエーターをケースに取り付けていきます。ケーブルを裏に回して、ラジエーターをケース上部に。あれ？入らない。え、どうしたの？はい、どうやらメモリがラジエーターのファンにぶつかって入らないみたいなんです。仕方がないのでメモリを外して挑戦したところ、これだとうまく収まりました。が、これだと逆にメモリをさせないんですよね。え、ダメじゃん。はい、なので、フロント部分に取り付けることにしました。ファンを全部外して、ラジエーターのファンの向きも変えて、うわ、これは完全にミスったわね。完全にやってしまいました。ということでこの向きで決定となりました。フロントにもともとついていたファンはケース上部に移動した形となりました。まあ簡易水冷のラジエーターは外の新鮮な空気を吸った方が CPU を冷やしてくれますからね。何その言い訳。ということで水冷ヘッドを CPU に取り付けていきます。今回は最初からついてるグリスをそのまま使ってみたいと思います。こちらもネジ止めをして完成となります。なんだかんだあったけどとりあえず形になったわね。ですね。では続いて電源を取り付けていきましょう。シュラララ。では今回使用する電源ですが、ASUS タフゲーミング 650W になります。こちらは今年の2月に発売したばかりの新商品で、650W と 550W の2モデルがあるみたいです。電源容量に関しては、タフシリーズが初心者やエントリー向けといったところなので、650W と少し控えめな感じですね。またこちらの電源ですが、80プラスブロンズ認証を受けており、デュアルボールファンベアリングの 135mm アキシャルテックファンを搭載し、セミファンレス駆動もサポート、6年間の長期交換保証がついています。ただこちらの電源はフルプラグインではなく、直出し式となっているので、使わないケーブルもケースに入れないといけないので、ケースに余裕がないと厳しいかもしれません。それでは電源を取り付けていきましょう。電源のファンは上部に向けるとケース内の暖かい空気を取り込んでしまうので、下向きにつけて新鮮な空気を取り込んだ方が、電源にとっても良いみたいなので下向きで取り付けます。こちらもネジ止めをして完成となります。では最後にグラボを取り付けましょう。今回使用するグラボは、ASUS タフゲーミング X3 ラデオン RX5600XT エボになります。こちらはすでに販売終了しているグラボになるんですが、RTX2060 と同等の性能があるみたいです。フル HD 環境でのゲームプレイなら特に問題はなさそうですね。
で、こちら箱が開いていたので、使用済みのものかと思ったら、まさかの新品が入ってました。エースースさんありがとうございます。ではせっかくなのでバックプレートについてるペリペリをしていきましょう。いやー、ペリペリはいつやっても気持ちいいですね。ではこちらを取り付けていきます。ケースの拡張スロット部分は先に開けてあります。ではグラフィックボードをマザーボードに取り付けていきましょう。今回使う CPU は内蔵グラフィックがあるので、ゲームをしない人はグラフィックボードは必要ありませんが、パソコンでゲームがしたいって方は、グラフィックボードが必須と言っても過言ではありません。つい最近までグラボが高騰してたんですが、最近徐々にそれも収まってきてるみたいなので、もう少し値下がれば買いやすくなるのかなとも思います。はい、ということで完成となりました。え、いやケーブルとかバラバラだし、中身だってケーブル繋いでないじゃない。は。いやは、じゃないわよ。配線処理は動画にすると大変なので、編集の力でなんとかします。編集の力って、いや、汚っ。いいんです。背面はケースカバーをしちゃえば見えなくなりますし。うわ、証拠隠滅してる。水冷ヘッドのペリペリも剥がして。左側もカバーをつけて。ペリペリを剥がして。完成。では実際に動かしてみましょう。はい、ということで今回は、ASUS のタフゲーミングを使ったパソコンを組んでみました。黒を基調したかっこいいパソコンができたわね。マザーボードも特にピカピカ光るわけでもないし、完全真っ黒、というよりもポイントポイントで光らせたい。そんな人に向いてるパーツたちでしたね。確かに。ということで、今回の動画はここまで。あれ、性能検証しないの？もし性能検証が見たいって人は、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、もしこの動画が面白かった方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、私のセリフ取られた。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。